さっきから全然気持ちよくないんだもん。君がやってたことは、ツッコミじゃないの。ツッコミじゃないの。盗み。ずっと10年間君は盗みをやってきた。そこまでだ。どうのぶろく TV です。第2回突っ込まれたい女たち。バラエティで芸人さんから突っ込まれるような面白い人になりたいけど、はい、うまくボケられないっていう悩む女性アイドルが、はい、気持ちよく突っ込まれようっていう。なるほど、はい、突っ込まれたい女たち。なるほど。今回のお客様はアイドル声優の神田葉月さんです。お願いします。神田月です。神田さん、はい。トンツカタンの森本くんです。森本には面白くなりたい女性アイドルのオーディション兼悩み相談だと伝えたって、葉月さんに板倉さんの耳が入ってるってことは知らないです。ではちょっと自己紹介の方よろしいでしょうか。神田葉月です。神田葉月です。はい。声優と再選泥棒をやってます。再選泥棒をやってます。ダメですね。万が一やってたとしてもここで金がないです。ダメですよ、はい、あんまり儲からないんで、ね、ジョークもありつつ、まあ、あんま儲からないんで。いや、あんま広げないでください、そこ。絶対使われないんで。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、気になるところあったんですけど、趣味、物件情報を見るっていうのありますけど、最近なんかいい物件ありました？なんか大島テルっていう。大島テルっていう。え、事故物件。炎のマークが。炎のマークが出てるところがあるんですよ。なんか出てるところがあるんですけど。そこめちゃめちゃ安くて。なんか安いんですよ。そこがおすすめなんです。そこがおすすめです。それをみんな避けるんだよ。次住むとこ炎のマークないかなと思って探すの。何炎に飛び込んだんですか。ちょっと長い。なんかちょっと長いな。今これ地図で見たら炎のマーク出てますよ。地図で見たらここ炎のマーク出てますよ。うるせえよ。続いてちょっと葉月さん初めてかもしれないですけど、こちらいろんなものがあるので、はい、こちらでちょっとボケてもらう、いわゆるモノボケに挑戦していただきたいと思います。サイコロを持って6を森本くんの方に向けて、おでこにくっつけて、おでこにくっつけて、クリリン。クリリン。あ、初手にしては悪くない。あるもんね、クリリンね。で今度1を、いや悪くないです、めちゃくちゃ。1を森本くんの方に向けて、はい、顔にくっつけて、おい、来たろ。おい、来たろ。あ、目玉の親父ってことね。森本、はい、丸まった。はい、わしが見えているか。わしが見えているのか。いや、結構見えてます。はい、トリオの状況はどうなっているのか。トリオの状況はどうなっているのか。父さんに話してみろ。父さんに話してみろ。父さんに話してみろよ。あんま物ボケって会話繰り広げないんですよ。まあまあ、でも物ボケとしてはめちゃくちゃレベル高かった。森本さん、あのメガホン持って浜田さんやってください。浜田さんやってください。恐れ多すぎるって。いや、そのさっきから全然気持ちよくないんだもん。さっきから全然気持ちよくないんだもん。自分も美味しくなろうとするツッコミだから。自分も美味しくなろうと思ってるツッコミだから。ボケた方が、なんかボケた方が半分手から持ってかれるツッコミなんだもん。俺やめとけよ、そこまでだ。ボケ泥棒。ボケ泥棒。手柄泥棒。手柄泥棒。そんなことないよ。盗っ人ツッコミ。盗っ人ツッコミ。森本テル。森本テル。テルはいいってもう。大島テルさんの風評被害になるから。ああ、盗っ人ツッコミめちゃくちゃ面白いな。メガホン取ってよ。メガホン取ってよ。ボケの人を美味しくするっていうことだけを考えて突っ込んでよ。ボケの人のことを美味しくしようとして。それだけで突っ込んでほしい。それだけで突っ込んでほしい。声優のマインドじゃないんだよ、さっきから。まあまあ芸歴重ねた人しか言えないセリフだよ、それ。あ、今のも。何の、ま、今のもよ。今のも。今のも。今のも森本テルだから。今のも森本テルだから。やっちゃってたから今。やっちゃってたから。美味しくなろうとしちゃってたから。美味しくなろうとしちゃってた。お願い。もうお願い。もうやめて。もうやめて。もうやめてよ。もうやめて。自分が美味しくなろうとする。自分が美味しくなろうとする。
ツッコミ。それ直すからね。ツッコミ消費税が高すぎるよ。ツッコミ消費税が高すぎるよ。ちょっと待って、ワード残そうとしてる。ワード残そうとしてるんだろ。もうやめてよ。もうやめてよ。ツッコミ消費税の値上げ反対。ツッコミ消費税の値上げ反対。それだよ。何そのデモ活動みたいな。ツッコミ消費税を下げてください。お願いします。下げてください。ボケ国民、ボケ国民の願いです。願いです。同族嫌悪だわ。同族嫌悪。お互いワード残そうとしてこれだけは分かってほしい。これだけは分かってほしい。これだけは分かってほしい。もうこれ以上、もうこれ以上ツッコミ増税はやめてください。ツッコミ増税をやめてください。いいってそれ。やめてくれ。ボケの国の国民たちは苦しんでいます。ボケの国民のたちが苦しんでます。うるせえな。なんだ？たくさん喋ってらっしゃいますけど、さっきの無言より情報量ない。出た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 。今取られた。出た出た出た。今取られた。ツッコミ消費税 80%。 また取りやがったな。取り返しやがったな。なんでこのインターセプトの試合は。なんて国なんだ。ずっと国の話しかしねえじゃん。ずるいぞそのやり方。面白いなこのやり取り。もうやめてよ。もうやめて。もうやめてよ。もうやめて。全部持ってこうとすんな。やめてよ。全部持ってこうとしないでよ。なんだこの別れ話のトーン。さっきから全然メガホン使わないじゃん。え、これどう使えばいいの。それで、うん、ボケが、ボケが気持ちよくなるように、気持ちよくなるように突っ込むの。突っ込むの。これでそう、そう。じゃあまたサイコロ持って6の面を森本くんのに向けてクリリンを近くでやりましょう。クリリン。確かにおでこにポツポツあるけど。はい、やったね。はい、やったね。はい、やった。確かにあった。確かにあったな。突っ込んでないじゃん。突っ込んでないじゃん。ああ、突っ込み消費税 100% じゃん。突っ込み消費税 100% じゃん。やめろってそれ。メガホンって、メガホンって叩くものじゃん。叩くものじゃん。突っ込みが使う場合。あ、そういうこと。なんでそれを使って自分が持ってこうとするの。自分を持ってこうとするの。ワンショットを奪い取ろうとするの。ワンショットを奪えるとでも思ってんの。やめろ。めちゃくちゃ恥ずかしいからその指摘。黄色いメガホン持ちましょう。これで対等だからな。これで対等だからな。こっちも突っ込んでいくぞ。こっちも突っ込んでいくからな。じゃあボケてみよう。じゃあボケてみよう。ボケてみよう。僕が、うん、本当のメガホンでのツッコミを見せてあげるから。本当のメガホンでのツッコミを見せてあげるから。近づいてて、近づいてて。遅いんだよって言いながら。遅いんだよ。それこれでしょ。これでしょ。相手を美味しくする。これが相手を美味しくするっていうこと。今何も浮かんでなかったでしょ。今何も浮かんでなかったでしょ。助かったって思ったでしょ。助かったって思ったでしょ。これがツッコミ。これがツッコミ。これがツッコミなの。なるほどね。ツッコミ消費税 0%。 これがツッコミ消費税 0%、うん、こういうのを覚えてってほしい。こういうのを覚えてってほしい。あ、なるほどね。いやでも葉月さんは全部思い浮かんでたじゃん。いや全部言い切ってたからさ、ピンチなかったじゃん。ボケへんのかいって言いながらツッコミ。ボケへんのかい。いや価値が逆転しちゃいますよ。わしメガホン持っとるがな。わしメガホン持っとるがな。あ、そうですか。お、浮かんだんちゃうか。浮かんだんちゃうか。浮かんだんちゃうか。お、なんやこれ。メガホン立てたで。なんやなんや。赤いメガホン立てたで。なんか赤いメガホン立てたで。お、歩いとるで。歩いとるで。歩いとるで。赤坂5丁目ミニマラソンの、スタジオ。キレが悪いね。キレが悪いね。バシッと決めんかい。バシッと決めんかい。今助かったって思ったでしょ。今助かったって思ったでしょ。いや思った。これがツッコミ。これがツッコミなの。いやそれはマジで感謝。だからつまり、うん、君がやってたことは、君がやってたことは、うん、ツッコミじゃないの。ツッコミじゃないの。盗み、うん、盗み。それはちょっとさすがに人聞き悪いです。ツッコミにも多様性を。ずっと10年間君は盗みをやってきた。今日芸人辞めさせたいです。あ、今のもちょっと出てたよ。出てたよ。いやそしたらもう何もできません。僕は何もできませんって。何もできませんって。
武田鉄矢か。武田鉄矢か。僕は死にませんみたいに。僕は死にませんみたいに。何もできませんじゃないよ。何もできませんじゃないよ。めちゃくちゃツッコミ消費税高くないですか。250%だ。だって僕が言ってないことを例えて突っ込んでたよ。だからやっぱ相手が、何も浮かんでないなとか、悩んでるなって思った時に、それを出せばいいのに、乗ってる時ちゃんとボケが乗ってる時までやるじゃん。乗ってる時までやるじゃん。確かに。そうかな。確かに。まあ、それあるかもしれない。君どう思う？どう思う君？君どう思う？君どう思う？結構取れたと思う。結構取れたと思う。それだからの話。生意気だね。さすがに。取れました。うん、大丈夫です。取れました。やっぱな。すいませんね。取れました。やっぱな、またかよ。すいません。神田さん。取れました。もういっちゃいや、ちょっと待って、もういろいろガチじゃん。もう勘弁してくれよ。板倉さん。そうそう。ぬすっとツッコミ。ちょっと訳が違うんだ。板倉さんが裏にいたと思うと訳が違ってきます。なるほど。一番傷ついたの何？一番傷ついたのは泥棒。ツッコミじゃなくて盗み、うん、盗みですね。10年間やってたことがね。そうですね。その何が悲しいって、それが自分の魅力だと思ってた。